ミュージカル忍たま乱太郎第12弾まさかの京都大作戦緊急オンライン任務まさかの稽古場ライブ配信の段イエーイ。なんと私たちは今都内のスタジオにおります。ここは日々稽古に励んでいる場所なんですが、今回この稽古場から生配信して12段の魅力をいち早く皆さんにお届けしたいということで、12段のオールキャストが集まってます。いや今回もね、はい、すごい人数でね、なんかさっき、はい、2000人ぐらいがもう集まってくださってるということでね。あ、もうそんな見てらっしゃる。あ、もう見てらっしゃる。ありがとうございます。いや、テンション低いな、あなた。ちょっと待ってください。いや、それとね、今回ね、今回から、はい、まあ、あの6年生でいうと初参加ということで、はい、レイジ、はい、どうですか。いや、もうめちゃめちゃ、でも稽古場もみんな明るい雰囲気で、ものすごく楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。この声が終わったね。終わったね。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ出てもおらんのに。まあ、そんな形でですね、はい、みんなで和気あいあいと楽しんで、稽古をですね、送っているわけなんですけれども、はい、せちゃん、それでは早速ですが、せっかくオールキャストが揃ってますので、はい、12段のキャスト紹介も兼ねまして自己紹介していきましょう、はい、では1年生から1年生の皆さんどうぞ。よっ、きり丸役の島ハルトです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、A チーム福富新部役の猪俣玲です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、 B チーム稲寺乱太郎役の岸野城です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、B チームセッツのきり丸役の菅野里央です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、新兵役 B の前村龍之介くんは今日お休みですが、本番はもちろんしっかり頑張ってくれます。せーの、よろしくお願いします。1年生の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、6年生の皆さん、あんたもだよ。6年生の方々どうぞ。いや、紹介しなさいよ。ね、ちゃんとやんなさい。じゃあ鈴木くんからどうぞ。鈴木くんからどうぞ、はい、6年は組のケマ留三郎役の鈴木優太です。よろしくお願いします。はい、前方人作役ソリアソイチロです。よろしくお願いします。シワエモンジュラ役の渡辺和樹です。よろしくお願いします。立花千蔵役の湯本圭司です。よろしくお願いします。はじめまして、七松小平太役の坂脇玲二です。お願いします。やった、中田池長寿役荒井優です。よろしくお願いします。じゃあ6年生みんなでそれぞれの意気込みをせーので言いましょう。はい、せーの、頑張れ。はい、では続いて4年生。はい、はい、じゃあ斉藤高丸役の坂本陽春です。よろしくお願いします。はい、綾部喜八郎役の大谷誠です。よろしくお願いします。はい、平の滝谷社丸役の龍斗です。よろしくお願いします。龍斗さん、はい、天秀一郎役の高畑美咲です。よろしくお願いします。はい、田村美恵門役の三井純平です。よろしくお願いします。せーの、よろしくお願いします。一緒じゃねえか。ありがとうございます。それでは続きまして、先生方どうぞ。お願いします。それでは厳しい声が。それでは佐古さんお願いします。頑張って。LDH 所属。ダメ、ここだダメだよ。確かにこのジャージ、ね、こういうジャージしてたけど。
学園長大川平次渦政役の佐古秀夫です。みんな頑張りましょう。なりずれ。はい、土井半助役一光です。お願いします。山田伝蔵役今井康彦です。よろしくお願いします。忍者はガッツじゃー。バイバイ。ありがとうございます。では続いてドクタケの皆さんお願いします。いや、うるさいんだよ。お元気よくやろうよ。はい、では簡単さんからお願いします。はい、どうぞ。おじいちゃん、おじいちゃん。ピエタ八方斎役の神田教授です。よろしくお願い、上の方よろしくお願いします。どうも、キャプテン竜巻役の高橋ひかるです。よろしくお願いします。どうも、ドクタケ忍者隊龍騎役の小笠原達也です。お願いします。皆さんこんばんは。春季役の伊藤俊です。よろしくお願いします。どうもこんばんは、鉄器役の石黒哲司です。よろしくお願いします。どうも、立花先導役の海野江高です。よろしくお願いします。おなんだ。あんた突っ込みなさいよ。いやいやいや、なんだよ。いやいやいや、こんなにでかい声で言ってんだからさ。同客の海野江高さん。ドクタケ好き好き。ありがとうございます。それでは続きまして、こう言ってん。こう言ってん。福島さん、はい、福島さん、はい、こう言ってんです。町の物売り娘役およねを演じます、福島恵子です。よろしくお願いします。おけいさん、おけいさん、おかわり。はい、続いてはお願いします。では続いて、最強忍者隊の皆さんです。お願いします。はい、最強忍者隊ヤグマ役の尾長すぐるです。かっこぶってる。すぐじゃん。オロチ役の森まさるです。よろしくお願いします。おいしょーん。ジャビ役白崎聖也です。よろしくお願いします。せーの、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いやー、それにしても公演が始まる前にこのね、後ろ皆さん見えますか。ガンガンに、ね、セットをもう完全に見せちゃってるスタイルですね。はい、意味すごいですね。ね、あ、初めてこういうの、ね、見せちゃっていいのかなっていう本番前に、ね、ここまでは変えません、はい、これで本番をお送りしますので、はい、もちろんこれは稽古用で完成版ではないんですけれども、はい、まあ、あのこういったセットで本番をお送りするということで、どうですか、新しいセット。佐古さん、前回と変わってですね、このセット。いや、今日初めて見たから。いや、違うんだ。やってるよ、いっぱいやってるよ。ってことで、あ、じゃあパッと。おい、大丈夫かよ。はい、本日はなんと特別に昨日行った稽古の様子を少しだけお見せしていきたいと思います。取り立てほやほやの、普段は見ることとできない。人が多い。見ることとと貴重映像となっております。はい、一応ストーリーのネタバレには配慮した3分間の映像なんですけども、見たくない、劇場までは撮っておきたいという方は3分後にまたお会いしましょう。それでは、はい、いいですか、はいはい、じゃあ僕は VTR V が多い。それでは VTR どうぞ。ということで始まりました、取り立てほやほやの忍者十二段稽古映像です。実況は私、湯本健一と渡辺和樹がお送りします。あ、生配信緊張しますね。はい、早速ですが、これは忍術学園の、あ、訓練の様子ですね。そう、イグミ、タグミ、ログミに分かれて訓練してるんですよね。忍者にとっても訓練は大切ですからね。なんでそんなにかしこまってるんですか。あれ
もしかして肩緊張してます？はい、それそうでしょ、はい、生配信だよ。逆になんでケンちゃん緊張してないの？いやいや、それはもうさっきあんだけやらかしましたから、そうです、ね、今さら緊張持つこともないですよ。もう一周回ってますから。あ、これはこれは伊作が、伊作が、あ、ドクタケだ。これはドクタケ、ドクタケさんの映像ですかね、これはね。これ本当に昨日の衣装同士稽古の様子ですね。まさに本当に昨日やったばっかりの、本当に撮り方ホヤホヤですよ、これ。僕たちもすごく新鮮ですね。緊急会議言うてますよ、緊急会議。ドクタケさんって毎日大変ですね、もう本当に。ということで、ということで会議してるようですね。そうですね、会議してますね。いらないこと話してるんですよね。ってことですかね、うん、またよくわかんないこと言ってるんですよ、きっと。今回のドクタケさん、大活躍ですからね。本当ですよね。本当だ。あ、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 私出てます。あ、出てます、僕も出てます、はい、ということで、はい、背骨の背に、そう、もたれかかってるのが、壁にもたれかかってるのが、そう、僕たち。ということで、こんな流れで突如共闘を申し込まれた忍術学園、一体どうなっちゃうんでしょうか。どうなっちゃうんでしょうね。カスさん、え、結局共闘するんですか。今会場のお楽しみですよ。いいじゃないですか、教えてくださいよ。共闘するの、しないの。だから、うん、え、するの、しないの、うん、しない、やっぱりしないのかな。どうなんですか、どうなんですか。だから、はい、会場のお楽しみ。はい、ということで、カスさん、もし落ち着いてください。はい、はい、ということで、お、で、あ、あ、もちろんね、今回はね、迫力満点の盾もいっぱいありますので、人間といえばね、盾です。そうですよ、V 字を使ったね、派手なアクション。それでは最後に12段のナンバーを少しだけご覧ください。やり遂げよう。今日で出来たてほやほやの映像を皆さんにご覧いただきましたけれども、本当に、はい、通し稽古を昨日やってましたけど、どうですか、どうですか皆さん。なんか今ちょっと V 見たんですけど、はい、なんかいつも俺らって稽古場映像のさ、はい、ちっちゃい画角でしか見てないけど、こうやってちゃんとカメラで撮ってもらったのが、はいはい、あ、このモニターでね、そう、確かにね、めちゃめちゃなんか大きく映ってて、え、こうなってんだって、画質のいいのでなかなか見ることないですもんね、うん、はい、だからめちゃめちゃおもろかったですね。ということで、はい、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、またね、詰まるね。想定30名という大所帯で今回も走り抜けてきます。ここで大人の都合で6年生と4年生以外の皆さんは今日の任務終了となりました、はい。急に寂しくなりましたね大人の都合だと騒いでくれる大人たちがいたみんなちょっと盛り上がっていこうよ。ここから6年生と4年生で12段の魅力を伝えていきたいと思います。やったー、すいません、すいません、よしよし、一ついいですか。ダメです。はい、ダメです生配信といったらツイッターですよね。で、今回もハッシュタグ任務でコメントをここでチェックしているので、視聴者の皆さんどんどんつぶやいてください。よーっ、はい、今まさに画面のあなたと私はつながっています。任務一緒に盛り上げて、ぜひトレンド入りを目指しましょう。よーっ、覚えましょう。お前ツイッターやってねえからな。それはツイッターをやってないかな。なんだこれ何それ。じゃあ普段通り喋ってよもう。はい、ここからは12段の見どころをさらに深掘りして紹介していくために、はい、脚本作詞演出の竹本さんに参加してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よっ、ちょっとなんかまたお口の人が怖いじゃって
すいません。なんか12段のこのね、作品の発表式ではまだやるんですか。どうぞ。ありましたね。もう2人はコンビになったんですか。そうですね、はい、そうですね、いいんですね、2人コンビで。はい、はいはい、では竹本さんから、自己紹介お願いします。はい、脚本演出の竹本と申します。どうぞよろしくお願いします。一人で何もできないので今日保護者を連れてきましたので、カメラ見てもらっていいですか。せめてね、恥ずかしくて見られなかった。はい、竹本さんです。続いてヒカルさんお願いします。はい、保護者の立石の高橋ヒカルです。よろしくお願いします。はい、立石堂とドクタケ忍者隊のキャプテンもやっていただいております。本当に立石堂の方ですか。中古車販売の。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。終わり。はい、今回は2組、ロ組、ハ組に分かれて行動する場面が多々あります、はい、なので今回も、見どころの方はですね、イ組、ロ組、ハ組に分かれて紹介していきたいと思います。それではまずロ組お願いします。はい、はいはい、というわけで任務12段の見どころその1は、はい、ストーリーでーす。じゃあ順平。はい、僕からね、お話ししたいのは今回12段のタイトルにもある通り、はい、共闘というところについてちょっとお話ししちゃいたいと思います、うん、はい、今回のね、共闘というのは、うん、忍たま勢とドクタケがなんと共闘するという今回のお話です。なかなかないよね。なかなかないですね、これ今までの忍味の歴史からしても、うん、ドクタケと忍たまの共闘というのは前代未聞のことでございまして。同じこと言ってるよ。大きい声で同じこと言っただけだよ。でもね、クエスチョン書いてあるからまだするかどうか分かんないよね。はい、するか分からないんですよ。どうなの。はい、っていうところをちょっと竹本さんにお聞きしたいと思います。竹本さんお願いします。します。おー、言い切ったよ。言っちゃった。で、しますけれども、はい、なかなかね、一筋縄ではいけませんよね、それはね。確かに。なんかドクタケと一緒に組みたくないと思いますし。ドクタケは忍術学園と一緒に組みたいと思うんですか。いや、多いし、いいかなって。あ、いいですね。ああ、全然助っ人になってくれる。そうですよね。ただ言うこと聞かないなって感じはしますけどね。いやいやいや、聞いてますよ、ちゃんと。その部分がね、非常に面白いところでもあるんです。はい、はい、そういうことでございます。なるほど。全然ありがとうございます。じゃあ、最後のミサキ君、お願いします。はい、僕からはですね、土井先生の過去についてちょっと全部喋っちゃったら大変なことになると思うので、ね、これできる限り分かりやすく、竹本さんお願いします。そうですね、これを全部やるにはですね、全部で3幕構成にしなきゃいけないなって。なるほど。時間がいくらあっても足りないということで、うん、でも、コンパクトにまとめて、うん、まあ、ファンの皆さんの、ね、期待を裏切らない、うん、本を書いたつもりなんですけど、皆さんいかがでしょうか。いや、絶対面白いと思う。本当、はい、嬉しい。初めて見た時めちゃくちゃ思いました。あ、そうですか。わーってなりました。本当、普通に喜んでますね。いや、すごい。普通に言ってくれない、誰も言ってくれない。あ、なるほど。なんか曲いいねとか、はい、そういうことは言うんですよ。だから皆さん言ってあげてください。いいと思ったら。やっぱ皆さん土井先生っていうと一度は撮る大好きなキャラクターね、人物じゃないですか。初恋泥棒だからね。だからその土井先生のこの過去が知れるっていうのは、ね、すごく嬉しいこと。アニメ版でもきっと出てない話ですもんね、うん、今回舞台で初出しですもんね。はい、だからもう今回見に来たらね、はい、それが知れちゃうっていうのでね、また改めて恋しちゃう。はい、いや急に声小さくなる。じゃあ次、レイジ。はい、台本読んで演じてみて感じたことはということでね、はい、まあ、僕ちょっと感じたことあって、うん、やっぱいつもドクタケとその忍たま学園の人たちっていつもバトルというか、うん、敵同士じゃないですか。いがみ合ってます。だけどそれがまた手組んでドリームコンビっていうのが、ドリームコンビで見れるのがすごい魅力的だなと思ったんですけど、まあ詳しいことはちょっと竹本さんに。そうですよね、やっぱりその、まあ、今日も通し稽古やったんですけれども、毎回新鮮になんかこう変わってきますよね、見方がね、はい、なんか最初本当にただ単の、まあ、今回だけ一緒に結びついて同じ目的を果たそうとする仲間から何かその中にちらほらと絆が見えてきて、あれなんかここちょっといいなぁなんて、別にそんなにシリアスなところでもないのに笑えてるのにすごくなんか泣けるというか、泣けるっていうのはおかしいけど、なんかあいいなぁって、うん、っていうところがいっぱい通し稽古で感じたので、そこら辺はなんかちょっと面白いところかなと思いますよね。あと数日ありますからね、うん、そうですね、もっともっとね、そういうシーンで、ね、細かいところで作っていけたらいいですね、はいはい、やる中でね、いろいろもうやっていきましょうよ。頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう、はい、ということで、見どころその1はストーリーでした。
嫌だよ。何ですか？何ですか？何ですか？どうぞどうぞ。この音楽中にお願いします。この音楽終わったらダメですよ。独特の魅力じゃねえ。見どころ？見どころ言ってやれよ、お前。言ってやれよ。おとなしいね、お前ら。ほんと行くよ。早く言えよ。ほら、言えよ。ほら、早く言えよ。早く言え。早く言え。お頭からちゃんとメッセージあったんですか？メッセージあって。独特と忍術革命が共闘するじゃないですか。なんだって？独特と忍術革命。よし、言え。共闘するじゃないですか。はい、ドクタケと忍術学園がなぜ共闘することになったのか、そう、ドクタケが忍術学園に共闘を頼むすることになるまでの物語が、ドクタケが1回マックスを迎える面白さだって言ってました。お頭がね、はい、なるほど、そこなんだって、はい、なるほど。ちなみに今持ってるこれは全く関係ありません、はい、関係ありません。ありがとうございます、はい、ね、使わないですもんね。じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。はい、消毒、あ、これ、ちゃんと消毒して、おら元気よく行こうぜ。はい、よっしゃ。まあ、今回ね、ドクタケも、はい、いつも以上にキーパーソンになってくるっていうのは、もちろん共闘なので、ただね、はい、ただの敵じゃないですから、ね、はい、なのでね、ドクタケの見どころもね、はい、ちゃんと紹介していただいて、ありがとうございます。はい、見どころ、その次は、はい、我々、イグミが紹介したいと思います。はい、任務十二弾の見どころ、その2は盾と武器です。はい、はい、ゆもちゃん、はい、毎度毎度、忍たま乱太郎のミュージカルではね、はい、激しい立ち回りがいっぱいありますけども、今回もたくさんあります。よっ、その中で、あちこち、今回はそのただの敵だったドクタケさんが味方になったりする、そういういつもとは違った雰囲気の立ち回りも楽しめると思いますので、ご期待ください。はい、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 そして次のポイントは様々な武器です。はい、各々ね、あの得意武器あると思うんですけど、ね、うん、今回でちょっとマイナーチェンジ、ね、した方が何人かいたりとか、はいはい、また最強忍者が使う武器、本当に特殊なものになってて、ね、めっちゃ怖くないですか、あれ。戦われてすごい怖いんですよ。あれかっこいいですよね。かっこいい。なんかあの武器も、たけさんとひかるさんがね、すごいね、いろいろ話してたのをね、すごい稽古場で見かけたんですけど、ひかるさんどうですか。その通りです。はい、その通り終わりましたね。結構いろいろ考えたんですか。まあそうですね、結局そのね、ビジュアルを見てね、うん、どうしようって言ってね、うん、ただ最強忍者だから、うん、最強な武器にしたいなっていうので、もう結構話し合いましたね、うん、あれはビジュアル選考で、うん、あ、こういうビジュアルになるんだったらあの武器を使ってみようみたいな、ビジュアル選考で武器を選んだんです。そうそうそう、うん、ビジュアル、あのビジュアルだってちょっとすごいじゃん。似合ってますあれ、すごいじゃん。すごいです、ビジュアルがすごいしてる、まず。そうなんだ、うんうんうん、だからあのビジュアルに負けないような何かそのね、キャラクターによってちょっと違う部分であったりっていうので、うんうんうん、本当考えて、自分でちょっと分かんないから段ボールで作りましたもん。作ってたの見たの。そう、作ってたの見て、あのソリが、え、仕事変えたんですかみたいな、どうしたんですかみたいな。いや、でも忍たまも、あの、今までいろんなキャラが出てて、さまざまな武器がこう出てきてるじゃないですか、うんうんうん、そこでまた新しい武器をってなると、ね、結構大変ですよ。いや、それは大変。なんかあんまり被りたくないし、言うたってやっぱりあんたらと被ってあかんやん、うん、ね、被ってあかんからの、もうずっとずっと LINE でずっとそうなの。美咲的にはどうなの、あの新しい最強忍者の武器は。いやー、見た目もかっこいいですし、うん、まあ、何よりあれを使いこなしてる皆さんがとてもすごいなって思いますね。もう本当にせいやさんとかの動きが見えないんですよ、早すぎて。早いよね。それにもうついてくのが精一杯で、なるほど、これは勝てないわって思いますね。なるほど。いや、せいやさんかっこいいよね。かっこいいですよね、うん、すごいかっこいい。アクションマンって感じしますね、うん、アクションマン、アクションマン、まあまあ、それはでも褒め言葉かもね。いや、すごいよ、せいやさんも見えてないと思う。これ見て、見たら分かると思う。確かにね、これは俺の意味が分かる。続いて、リュウト。はい、僕は盾稽古の様子についてちょっと話したいなと思います、はい、やっぱ今回に、ドクタケ忍者隊と忍術学園の共闘ということで、立ち回りの中でもただただ各々戦うだけじゃなく、ドクタケとどんな風にコンビネーションして戦うのかっていうところが見れるので、まあ、そういうところをどういう風に考えていたのかなっていうのをヒカルさんにお伺いしたいと思いました。あら、まあ、いや今回ね、ほんま大変やったんよ。ちょっと天候もりもりですもんね、たけさんね。
何回もこうやり直して ね、あそこ入れてくれ、あのシーンをあのニュアンスを入れてくれ、うん、あ、そうなん、ちょっと皆さんにご迷惑かけましたけども、何回も何回もやり直してね。いやいやいや、まあただでさえ人数多いところでドクタケと入ってってなってね、言ったらあの少ない相手と戦うっていう、まあ人の流れも含めてなんですけど、まあ見てもらった方がいいかな。見てもらってどうやったか、ちょっと本当 LINE もらっていいですかね、皆さん僕に直接だからよく人見の盾って感想で目が足りないって言われるじゃないですか。今回もちゃんと足りないです確かに、ね、いつも以上に足りないよね。いつも以上に足りないし、でもどこを注目してもちゃんと全部通ってるから、うん、何回でも楽しめると思います。うわ、何回も見てください。あの子はええこと言いますね。でもやっててさ、その今までドクタケとこう戦うことが多かったのがやっぱ共闘ってなってるから、やってても新鮮だよね。やっぱね、なんかね、こう戦ってる時にパッて守りに入ってくれたのがドクタケだとちょっとあっキュンってする。なるほど、なるほど、はい、ということで本番楽しみにしていてください。見どころその2は武器と盾でした。まさか ドクタケって11段でお名前いただいたから、名前いただきました。このお名前って本当の自分たちの名前を一文字いただいてるんです。そうですね。この方は達也だから龍樹、シュンさんだったらシュンキとか、シュンキとかで、鉄器って石黒鉄次っていうんです、うん、でもこれあの子本当は鉄次だったんです。ちょっと気になるでしょ、確認になるでしょ、ちょっと気になるでしょ。石黒の話ね。あの石黒鉄次だから鉄器だとみんな思うじゃないですか、はい、でもあいつ本当は石黒貴文なんですよ。そう、あとで話そうだな、それについては。高杉君、じゃあね、はい、本当の裏話だったね。本当の裏話よ、知らすぎるけど、ね、ということで、はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、消毒して。消毒して。なんかもう、ニンミロ裏話っていうより、石黒君の裏話だったね。個人的なやつでしたね。一応ね、石黒じゃない、石黒だから。石黒なの？石黒、これも裏話かもしれない。みんな石黒って呼んでますよね。まあ、どっちでもいいけどね。マジでさっきあの豊さんが先祖ってボケた時の 石黒のツッコミをもう一回巻き戻して見てほしい。声出てた？いやいやいや。あれ俺絶対後で見るんだ。でもケンちゃんも割と先祖って言ってるのに知らん、俺関係ないみたいな感じ。違う、そんなことないもん。はい、では見どころそのさん、はぐみお願いします。はい、ニンミロ十二段の見どころ、ズバリですね、そのさんは音楽でございます。ゆうさん、はい、ロックで激しい歌から心温まる曲から、ね、感動の歌までありますので、いいぜひお楽しみください。はい、それだけですか？それだけですか？じゃあよろしい、僕が発表するんですか？じゃあ大丈夫です、早いな、させてください、早いな。なんと今回天子先生が作詞した曲があるんですよね。ありますね、さっき映像でもね、ちょっと、うん、ちょっと出ましたね。あのネタバレが嫌な方は見てないかもしれないんですけれども、そうですよね、竹本さん。そうです そうですさっき土井先生が歌ってた、はい、歌がそうなんですけども、春秋というね、春秋という曲で、なかなかこういうナンバーって今までの任務になかったナンバーで、そこをちょっと、まあ、あれは土井先生それで歌ってましたけど、その後にはなんと、もっと大勢でバッと、あれすごいっすよね、うん、あれちょっと感動すると思うな、うん、あれ土井先生のその本編見終わって、なんか土井先生の過去のこととかを考えながらあの歌詞読むと、またなんかいろんなことを想像する、うん、あれ
歌詞を歌を聴くのもそうですが、歌詞普通に読んでもらいたいなって僕も台本読んだ時に思ったような詩、ね、だよね、詩ですよね、あれ綺麗な言葉がすごい並んでるんですね。あれはまたあれですか、パンフレットにこう毎回任命の楽曲って歌詞書いてもらってるじゃないですか。どうなんだろうね、はい、ありますよ、今回もありますよ、ぜひ読んでみてください、はい、そう思いました、はい。なんか各々お気に入りの曲とかあるんですか。今回も M はたくさんありますけども、はい、どうも、ほほほほたる恋、なんで歌ったんだよ歌っちゃったじゃん歌っちゃったよ。なんか今回も一番激しいナンバーというか、はいはい、4年生と6年生で歌う曲あるじゃないですか、うん、さっきね出てましたね、そうそう、はい、あれのダンスやばくない、やばいもうね、あれやばいよね。そうなんです ね、 立ちますね。めちゃくちゃ踊った後次ドクタケのシーンやってるけど俺らうるさいもん止まらん、あれはでも超かっこいいよね、はい、でもあそこでね、なんかちょっと自己紹介みたいなくだりあるんですよ、最初にあって、そこのうちのチームですよ、はぐみ、そうですね、はい、僕を紹介するとき歌ってるのはとめさぶろなんですけど、はい、イーサークってだけなんですよ、その3個となんですけど、そうですね、イーサーク、それができなくて今日個人レッスンされたんですよ、うん、なんかね、あれイサク違うって言われるとなんかソリがいつも間違えてるのかなっていう気持ちになるよね。俺じゃないの、ゆうたくん、イサクなのに、お前のことだよ、自分のことよ、イサクダメだよって言われるとソリがダメなのかなって思う、お前だよ、お前イサクなのにイーサクとかイサクとかでもできるようになったんだよね、今日レッスン、はい、できるようになりました。でもそのとある動きをするとできるようになった、一回やってもらっていいですか、やって、はい、イサク気持ち悪い、あ、違う違う、でもできてない、できてない、お前これやったのにできてないどういうことで、はい、まだありますからね、本番まで、はい、はい、まあ、本番ね、そこがね、はい、できるのかっていうのも楽しみにしてもらえれば、これのことだなって、はい、よし、いけるね。でも4年生の歌もすごいですよね。あ、行っちゃっていいですかそれ、ね、うん、いいんですよ、なんかいいんだって、そういうのは本当ですか、もう恐れずに行ってくださいと言われました。今回ね、映像にはまだなかったんですけど、うん、4年生の楽曲というものがね、今回あるんですよ。そうなんですよ、それもまた今回結構今までの楽曲とちょっと違ったテイストの曲で、うんうん、ちょっと見てほしいところですよね、4年生からすると。そうですね、らしくないかもしれない。そうですね、今まで結構楽しくワイワイって曲が多かったんですけど、ちょっとどこまで行っていいかわかんないんですけど、確かに今までと雰囲気違う、ね、いや、そうなんですよ、確かに、こういう感じなの、こういう感じなんですよ、結構分かる、こういう感じの楽曲になってるんで、まあちょっとね、このぐらいにしてちょっと楽しみにしてくれてるのは嬉しいですね。ダンスも素敵だしね、はい、ダンスもすごい楽しいです。じゃあまた冒頭のね、1年生の曲もめちゃくちゃすごいねー、かわいい、超かわいい、ね、あれもお客さん、1年生の曲来たら手拍子していいっすよね、あれは、うん、もうね、思わず俺らもうずっと手叩いて、うえぇーってなるくらい一番家が来てる、今ソリ言ってることが多分お客さんも見に来ていただいたらすごい分かって、忍たまのなんかこうもう圧にうわーってなると思うんだけど、その後のね、そう、その後のそのドーンもうすげーのが来んの、でそれもめちゃくちゃすごい、もう歌、もうミュージカルがすごいの、ミュージカルをいきなりもう正面からぶん投げられるみたいな急に雰囲気変わるから、あれもちょっとあの構成すごいな、見に行ったら圧倒されると思う。でも毎年こうなんか段がこう積み重なるごとにミュージカル色が強くなってきたっていうか、まあ、ダンスもそうだし歌もそうだし、まあ、もタケさんね、タケさんとあのタマさん、ね、いやしかも、いやびっくりしたのが、最近まで BGM あの生演奏って聞いて、うんね、もう生演奏になった瞬間のスピーカーのやっぱり圧というか、これやっぱり G ロッソとかもうね、大阪のクールジャパン入ってももうすんごいバーンっていう圧が来るんじゃないかなって思うんですよ。俺リュウトが弾いてんだもんね。いやもう、はい、もちろん俺もちろん、嘘はもっと言ってたなんで嘘って言ってたもっと言ってる、いや、そうなの、そうですね、楽器は何もできないんですけど何弾いてんだよできないんかい、今回はどうなの、新しい楽曲4年生、幼春的にはさ、去年と比べて、去年初めて入ったわけ、あ、初めて入りましたね。で、今年どうなの、え、4年生の曲ですか、うん、4年生の曲は、まあ、それこそ先ほど言いましたけど、やっぱりこう、まあ、僕がイメージしてた4年生の感じではないなっていうのはやっぱりあって、そうだよね、はい、そう、分かる分かるわ。なんで、まあ、やっててこっちもなんか
違うスイッチが入るというか、うん、4年生のこのなんていうんですかアイドル学期ねみたいなスイッチがなんかまた違うのに切り替わるっていうのがあってここです。まあ、てか高丸自体今回ちょっとねいや高丸ちょっと見せ場があったりするんでねそこの期待してほしいのとあと伊作くんの歌あとですね次に行きましょうね。はい、はい、以上その3は音楽でした。はい、すでにすでに配信終了の8時15分ですがもう少し続けさせてください。あともうちょっとだけやってください。これ本当大事なことだから大事なことふざけてません。今回の12段の公式グッズをちょっと10キロそろばん軽々持ったよ。公式グッズの方紹介させていただきます。グッズ紹介です。じゃあまずはこちらパンフレットですね。パンフレットいつもですね天子先生メモ、はいはい、天子先生のコメントの書いていただいてるじゃないですか、はい、今回はそれの他に天子先生がキャラクターたちについてリポートを書いてくださってます。それも載ってます今回。今回だけだよね、はい、今回だけです今回だけです、はい、こんな感じになってますよ。なるほど、はい、あもう今回あやだ恥ずかしい。こんな感じで徳武のページはいどういう顔なんだこれ。これ、はい、他にも、はい、他にもあるんですよね。そうせっかくだから4年生にも手伝ってもらいましょう。はい、じゃあいろんなグッズあるから、はい、あのほら好きなのっていうか取って。ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃこれ。あ、はい。あ、これ800円だよ。800円。800円。売らないでよ。売らないでよ。はいはいはい。はいはいはい。おおさん、行こう。じゃあ順番に紹介して。はい、はい、紹介しちゃいます。僕が紹介するのはフォトファイルです。あとね、L 版のブロマイドが112枚も入ります。そしてなんと 112? このブロマイドを買ったお客様には、はい、おこのジャンプする6年生のブロマイドがついちゃいます。ジャンプするの？ジャンプしてます。これさ、112って俺今の体重と一緒なんだよ。なんかあるね、これ。そんなでかくて全部ドンキで埋めましょう。よしよしよし。というのがあります。ぜひ皆さん、よかったらお買い求めください。僕にもあるよ。高丸もあるよ。あるよ。あるよ。かわいいよ。よっしゃ。続いて誠。はい。僕が紹介するのはこの学年別のカラーのバンダナになります。はい、4年生の緑と4年生の紫、1年生の水色、あとドクタケの赤がご用意があります。そして柄がなんと得意武器が全部ね柄にねなってる。これ分かるかな。本当だ。ドクタケはメガネってこと？ドクタケドクロとあとね水剣とかあと爆弾。かわいい。爆弾ありますよ。何条件あるじゃあ、星さん、書かせてください。全部ね、あ、キューケバーだ。キューケバーだ。かわいい、かわいい。かわいいですよね。戦えるから、キューケバーかわいい、これね。全4種類ね。そう、4種類あって、ちょうどお弁当箱を包むベストなサイズになっております。お弁当箱をね、皆さんピクニックするために、これこちら、こちらね、買ってもらって、ぜひみんなでピクニック行きましょう。やったー。はい、僕が、紹介するのはこちらのパーカーでございます。パーカー、はい、パーカーです。これ背面、これ後ろの面なんですけど、こっちにはなんと忍たまドクタケをモチーフにしたおしゃれなデザインで、なんと武器、得意武器などが載ってます。さっきのバンダナみたいな感じ。それ、リュウトがデザインしたんだもんね。いやもう、そうなんですよ。じゃあ、デザインの経験はないよ。乗るなって。乗せられるな、何でも乗るんだから。公演期間中はやっぱり肌寒くなる時期ですから、羽織にも使ってください。やっぱ劇場は舞台上がめっちゃ暑いんで。みさき、はい、僕が紹介するのは通行手形風根付けコレクションという。何それ。根付けというものはですね、ここに腰にですね、こうやってつけるものなんですね。で、これ僕ので、ね、魂雄一郎で、ここにですね、はい、これ分かりづらいんですけど、ここに自分の武器が書いてあるんですよ。これすげえ。これが4年生、6年生、1年生、ドクタケ、そして土井先生、山田先生、土井先生、土井先生、そして学園長先生、全18種類ございます。皆様ぜひぜひお買い求めください。はい、最後に10分。はい、こちら12段のメインビジュアルをあしらったマフラータオルです。肌触りが
ふわふわもちもちでーす。もち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 、はい、お返ししまーす。なんとこちらのマフラーですね、綿 100% ですね。こちらそうなんです、コットン 100% で肌触りもち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 でーす。ありがとうございます。はい、ゆたかさんお戻しします。ありがとうございます。でもぜひ、ね、買っていただいて、はい、ね、あの一緒に公演盛り上げていただきたいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあさあ番組ももう終盤に向かってきております、ね、そうですね。ということで皆さん、ということでということで、はい、あれ一回履ける？あ、じゃあとりあえずこのグッズを一回履けさせていただきます。はい、はい、よっしゃ。はい、じゃあ回収します。ありがとうございます。今回もね、グッズがたくさんあるみたいで、はい、うん、ね、ということで皆さん、任務12段の魅力分かっていただけましたでしょうか。任務12段ご期待ください。よということでね、もうこんな時間なんで、あっという間にエンディングでございます。急に喋り出しましたね。すいません、しかももう終盤です。すいません、ここからはあのチケットの告知させていただきます。スズメンの火曜って書いてあります。はい、はい、ありがとうございます、チケットはですね、E プラス、ピア、ローソンチケットにてすでに一般発売が開始しております。はい、東京公演は、東京ドームシティシアタージーロストにて10月9日から24日まで、月曜日は休演日ですね。はい、チケットには特典としてブロマイドがついております。よっ、詳しい購入方法は公式ホームページをご確認ください。はい、大阪公演も10月29日から31日までクールジャパンパーク大阪 WW ホールにて、行いますので、チェックのほどぜひよろしくお願いします。いやー、ミュートさん、なんか言い残したことないですか。いやもうね、はい、なんかずっとここ僕ここの席だからずっと映ってんのかな。今回主役ということでね、はい、今回生配信しようって言ったのもリュートだそうなんだ。なんで嘘つくの。はい、じゃあみんなリュートにあのお礼言いましょう。生配信ね、はい、せーの、ありがとうございます。それでは竹本さん、最後に何か言い残したことはございませんでしょうか。はい、ですね、あの今回、まあ、あのちょっとどこか本編以外でお客様とちょっと触れ合う時間を作りたいなって思いまして、はいはい、トークショーを平日限定でやってください。お願いします。急にちゃんとした発表じゃないですか。で、メンバーは今決めます。あら、今カルさん、ここお願いします。今、はい、今決めますよ。え、いいですか。はい、嫌な人手を挙げてください。そんなですよね。はい、こんな感じです。はい、おら、あらら、なんとめっちゃ準備されてる。6年生と4年生以外は、はい、あ、さっきあのリュウトが決めてくださったんで。ちょっと待って、そうなの。武器を雑に扱うよ。なんかちょうどいい差し棒ない。ちょうどいいじゃねえ。俺の大事な武器ダメだこれ。ダメだ。ああで、それでですね、6年生4年生以外はもう決めてありますので、はいはい、ここに今アルファベット、日にちとアルファベット書いてあります、はい、これを今から皆さんに、なるほど、箱を使ってくじ引きで決めていただこうと思いますので、なるほど、はい、順番にやっていきましょうかね。じゃあ4年生は順平から、6年生はゆうやから。まずガチだからね、はい、責任重大だぞ。あのなんか後でとなんか変えるとかそういうのないから、ない、ね、今決めますからね。マジで誰と組みたいかな。チケット取ってる人ドキドキだね今。確かに、まずもう責任重大よ。こっちがいるからね、もう。そうですね、そう、誰とやりたいか。誰とやりたい。端はどことやりたい。端は選べないですね。そうね、端は選べないやつね。15日、あ、僕と最強忍者。最強忍者いいですね。なるほどね、なるほどね。はい、じゃあそれでは4年生から早速やっていきましょうか。はい、じゃあ僕から開けていきます。はい、開きますよ。こちら、じゃーん、 G G G、あ、あ、はい、行きたかったところ、はい、G、 いいですね。あ、2日、あ、じゃあ15日と19日、はい、お、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ順番に、はい、では、はい、僕は J、 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 どこ J、 J、 お、順平と13と19ですね。おい、ここやばいぞ、春季、天気、泳いでる。はい、
れが回すんだ。やばそうだな。やばそうってやばそうだよ。奇跡が起きるんだよ。そこすげえな。すげえ。そこあれ B でソニーファイルしかねえぞ。誰が強制的に行くんだ。いいよいいよ。はい。それではリュウトさん。僕は H です。お全部じゃねえ。全部全部全部20日と14日。おお。あれ春季さん、適当ですね。いいね。いいよ、いいよ。それでは、誠さん。スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だ。何が嫌だ。グリフィンドール。アイです。12日と21日。はい。はい、そして大人に囲まれているんだね。はい。そして最後、ヨシュンは K!K!K! OK! あ、来ましたね。ヨシュン。下ですね。リュウとヨシュン。14日と22日です。おお。いいね。いいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。はい。19日、誰が引くのか。ちょっと、検査していただいてね。お願いしますよ。いいよ。それでは、ユウヤからかな。はい。じゃあ、6年生いきましょう。はい。C! C! 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 おお。おお。あ、出ましたよ。はい。ここ決定だね。ユウヤ、リュウとヨシュン。正直で決まりました。楽しみだね、それは。すごい。いろんな意味で楽しみ。すごい決定、ここ。はい、続いてレイジー。はい、僕は E です。 E! 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 E と一番下です。13日と、あ、一番下決まりましたね。おー、楽屋に決まりました。いいじゃん。おー、よし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 、どれにはそして、私はてれん、D。 え？あ、D でございます。 D、D、D、デブの D だね。俺、痩せたのに。いや、俺もそうだから。21。続いて私 F。 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 これはこれはあるな。ちょっとでもユウタ、ユウタ危険だな。 B だと。これいいよ。ソリさん、じゃあお願いします。 B。 やったー、ソリさん。やったー、ソリさん。 B よ。すごいよ、先生方と大人たちと、あとここ、うわ、ここ緊張するなぁ、ここ。ね、見る側も緊張するタイプのやつだよ、これ。ってことは、じゃあ、あれだ。はい、A です。A。A。お。ズッキー。ズッキー。決まった。決まった。12月20日ですね。ありがとうございます。よいしょ。じゃあ、これで。はい。これで決まっちゃってるんですよね。これでトークショーの組み合わせは、後ほど後でホームページでツイッターなどで発表いたします。はい、カンペ豊さんって書いてある。あ、すいません。今の俺だったから、ごめんなさい。仕事取っちゃった。おかしい。はい、後で見てくださいね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうも、ありがとうございます。はい、さてこれでいよいよ本当にお別れの時間となってしまいました。最後に今ご視聴いただいている忍たまファミリーの皆さんに向けて一言ずつお願いいたします。では順平から順番にお願いします。はい、本番まで、はい、はい、本番まで残るところ、6日となりましたが、初日に会えるのを楽しみにしております。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、見に来てくださった方々が、本当に楽しんでいただけるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。やった。はい、はい、もう残りの稽古日数も少ないですが、まだまだ、しっかりあがいて上を目指していきたいと思います。ありがとうございます。はい、なかなか難しいご時世ではありますが、感染対策と、しっかりしまして、ぜひ劇場でお待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、そうですね、新しい耳をお客様にお届けできればなと思っております。よろしくお願いします。はい、本当にですね、いや、なんかもう今日も稽古やってて、なんかすごくみんなの熱を感じて、なんかすごく今日もね、投資やったんですけど、いい投資できたなと思って、ぜひお客様に、この熱い物語を見ていただきたいなと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。よっ。
はい、僕はもうそうですね、もう本当初めてなので、とりあえず全力で楽しんで、お客さんにも楽しんでもらえたらいいなと思います。はい、頑張ります。よっよっ、いじやったー、いじ。はい、ということでね、12段がもう少しで始まって、ちょっと待って、順番が違うんだ、ってあるじゃん。はい、ソリちゃん。はい、自信を持って12段面白いぞって今胸を張って言えます。ぜひ劇場まで見に来てください。よろしくお願いします。よし、言えた。はい、12段になりまして、ここまで12段まで続けてくださった先輩とか愛してくださった皆様のためにしっかり届けさせていきますので、いただきますので、ぜひ劇場でお楽しみください。はい、はい、ということでね、12段がもう少しで始まります。あと1週間を切りました。僕たちも残り1週間頑張って稽古しますので、皆さん楽しみな気持ちだけ持って劇場に足を運んでください。待っててね。終わり？あるよ。はい、今日は配信ご覧、見ていただいてですね、本当にありがとうございます。今日もたくさんのスタッフさんがこう来てくださってですね、この舞台を盛り上げるために、本当にたくさんのこう労力を使って、はい、皆さん手伝っていただいております。はい、本番でも少しでも多くのお客様に来ていただいて、この感動、はい、素晴らしさをですね、僕らも伝えられるために今頑張っておりますので、ぜひ劇場でお会いできればなと思っております。本番ぜひよろしくお願いします。それではミュージカル忍たま乱太郎第12弾、まさかの京都大作戦、緊急オンライン任務、まさかの稽古場ライブ配信の段をご視聴いただきまして誠に